おはようございます。トリキンです。ちょっと今日までね、ちょっと忙しくて、あんまりドローン飛ばしたりとか、いろんなことはできそうもないんで、LX100 の自撮りプラス、GoPro のテスト。しかしね、皆さん鋭すぎ、いろいろ鋭すぎ。ここ数日の動画で犯したミスと、詳細については、語っていきたいなと思います。まず1個目ね、これの前の動画で、なんか音声がダブって聞こえるっていう指摘をされた方がいて、あれはね、Adobe オーディションでノイズキャンセルする前の元音声と編集後の音声が両方乗っちゃってたんです。だからね、ダブって聞こえる人がいたらもうね、それは大正解の正解で、完全にダブってたんですよね。でもってもう一つ言い訳しといた方が良さそうなのがこれ。昨日のやつなんか結構上向いてる？下向いてる？ちょっとなんか安定度がいつもより悪い。この土台のプレートがね、すごいゆるゆるになって、結構ジンバルよりも根元の以前で安定してなくて、まあもちろんその揺れすらジンバルは取るんだけど、土台が安定してないのはダメですね。ここのね。このピークデザインのバックルについてもね、本当は紹介しないといけなくて。ちょっとこの初期型と、これ新型ですけど、僕実はインディーゴーゴー時代の初期型も持ってて、結構違いがあったんで、そこら辺もチェックしたいなと思ってます。あとなんか謝罪することあったっけな。散財っていうよりも最近僕の動画謝罪芸になってきた気がするけど。あと今日この音声はズームの H1 で全部撮ってますね。やっぱりね、音の良し悪しもあるんだけど、複数カメラ使って音が変わる、音質が変わるっていうのが一番気になるよなっていう。まあ一瞬切り替えた時だけなんですけど。まあできるだけ実は音は安定して一個の音源にした方がいいとなると、ちょっと別撮りの間の手が近づいてくるっていう感じはしますんで、この LX100 の動画も、この GoPro の動画も、全部同じ、ピンマイクからの音源で、編集をするっていう作戦に出ようとは思ってるんですが、それやるとね、結構めんどくさいっていうのは、やっぱり後編集で、そこが、まあどのくらいワークフローとして、僕のワークフローとして、許容できるかっていうところは、要検証。明らかに音が良くて、もう絶対こっちにしないと、ダメだっていうぐらいの差があればあれなんだけど。ということでね、ピンマイクと、外部カメラというか別カメラを併用するとなると、かなりね、カチンコの必要性を感じてきますね。撮るときに必ず手拍子をして、カメラと、このピンマイクの音を同期させる。例えば今考えてるのは、GoPro の時は手拍子3回。LX で撮り始めた時は手拍子2回とか、種類を変えれば、後編集する時の編集ポイントも見つけやすいんじゃないかと。結構ね、カメラ持って拍手するの大変。さあ、ということで、こんだけ見てるとサンフランシスコの地理にめっちゃ詳しくなってくるんじゃないかと。この GoPro をつけて街ブラでして、毎日 YouTube 上げたら、完全にサンフランシスコに詳しくなる気がしますが、まあこんなまったり感がちょっと売りって言うとなんかもうほぼ言い訳臭いけど、まあこんなまったりした動画なんで、引き続きまったり応援していただければありがたいです。